はいはいはい。でこの大会の発表以外にも、はい、またカードの新カードの発表があります。またありますね。いえ、今日ちょっと先頭さんがいつも細かく戦略のことは教えてもらってるんですけど、はい、ちょっと私たちではちょっと説明不足に、そうですよね、戦略とかあまりねちょっと答えれないかもしれないんで、ちょっとデッキの効果となんかあの使えるのかな使えないのかなぐらいは話していこうかなというふうに思って、そうですよね、ぜひあの皆さんアイディアとかチャットにあれば、うん、そのアイデアについてこのデッキに使いたいとか、はい、そういうのがあればぜひ書き込んでもらえたら助かります。はい、ということでじゃあ、まず初めのカードはプリーストですね。プリーストですね。プリーストのカード2マナで、はい、影の原始って読むんですかねこれ。多分そう合ってると思いますね。影の原始、自分のデッキにある呪文のコピーを1枚発見する。これどうなんですかね。まあ使いたいときに、はい、例えばホーリーファイアとかが、はい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 、本当に次のターンで使いたいんだけど、はい、持ってないっていうときにあれば、うん、自分のデッキからコピー取ってくるんで、はい、かなり有利なんじゃないですか。必ず次のターンかそのターンに出せるってことですよね。そうですよね。結構強い、そう考えると強そうですね。はいはいはい、あとなんかもし自分のデッキに呪文が3枚しかなかったら 100% 持ってこれるっていう、そうですよね、そういう利点もあるなって思って、はいはいはい、なんかどういうデッキに入るのか想像がつかないんですけど、まあでも、はいはいはい、強そうですよね、うん、強そうと言っとくだけど、まあ、自分も、うん、メージとかだったら、はい、結構そのターンで、あこのターンで絶対フレームストライクが欲しいとかそういうのはあるんだけど、はい、プリーストとかってどうなんですかね呪文は。そうどうなんだろう、もう本当ウエストさんが言うようにホーリーノバーとか、そうですよね、でもそう考えるとホーリーノバーを、まあ、引っ張ってこれるとしてもホーリーノバーを7マナで出すっていうことになるわけじゃないですか。そうですよね、5マナプラスこのカードで2マナなんで、はいはいはい、だからどうなんだろうね、なんか2マナをプラスで使って持ってきたい呪文ってなると、まあ AOE ぐらいしか考えられないんですけど今のところ。そうですよね、はい、そうなんですよね、本当にそういう、そうなんかプリーストっていうところがね、なんかドルイドだったりなんか他のヒーローだったらなんかあこのカード拾ってきたいカードいっぱいあるっていう風になるんですけど、まあ、プリーストはどうなんだろうな、使ってみないと分かんないなという感じですね。ちょっとプリーストのプロがちょっと今週いらっしゃらないというのが、はい、そうそうそう、プリーストのプロにちょっとお伺いしたい、はい、次回、はい、そうですね、またぜひ今度、はい、はい、じゃあ次のカードですね、結構いっぱいあるんで、はい、はい、クラッチマザーザバス、これは面白そうなカードですよね。ムーンロックのレジェンダリーカードですね。このカードを破棄するたびこのカードにプラス2プラス2をつけ自分の手札に戻す。いやこれはまたクエストとかなり相性のいい一枚ですよね、はい、そうですね、もうディスカズーに入らざるを得ないんじゃないかなぐらいの、はいはいはい、このカードをそうか、そういうことか、破棄する旅だから自分の手札に戻るってすごいですよね。それもそれですごいと思うんですよね、怖いですよね、うん、これはもう確率にするとか、はい、ディスカズー時代来るんじゃないかなって、いやー、はい、かなり強いと思うんですよね。すごい思います。だって破棄するの最も大きな弱点は手札がなくなるっていうことだから、はいはい、これがプラス2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 となって、はい、さらに自分の手札が戻ってくるから、うん、で、あの2マナは変わらないんですもんね。2マナは変わらない、だから2マナ66で5ターン目に出せるとか、なんかドゥームガード以上に強いカードになる可能性もありますよ。かなり面白そうなレジェンダリーではあると思うんですよね、はいはい、いろんな、うん、このカードを使えるためにいろんなデッキは組んでみたいと思うんですよ ね、はい、ね、うん、特にウォーロックの好きなユッコっていうのがいるから、はい、ウォーロック大好きなんでぜひこのカード使いたいなと思います。はいはい、はい、じゃあ次のカードお願いします。あと獣なんだよね。そう、獣っていうのがどうなんだろうな、ちょっと分かんないですよ ね、獣のカードがあったかなっていうのが今ちょっと考えてたんですけど、まあ面白いポイントですよね、はい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 、で次が9マナ55オズラック挑発雄たけび、前のターンに手札から使用したエレメンタル1体ごとに体力プラス5をつける。うわー強そうだな、エレメンタル系のデッキ。今回からね初めてエレメンタルが ね、あの追加されるということで、かなりあの前回出てきた翡翠の、はい、あの昨日とちょっと似てるかもしれないですよね、エレメンタルが、はい、はい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 、しかし今回はあのその前のターンにエレメンタルをプレイしたかどうかによっては、はいはい、次のカードが
あの強くなるみたいな。そう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 、それがね効果があるんですよね。うん、まあちょっと似てるんですけど、まあ翡翠が強いのかエレメンタルが強いのかっていうところがなんか、そうですよ ね、まだ次回の、はい、試してみないと分かんないですけど、ね、うん、エレメンタル結構体力プラス5気になりますよね。ってことはエレメンタル2体使ったら体力プラス10ってことですよね。プラス前のターンに手札から使用したエレメンタル1体ごと、1体ごとですよね。1体ごとに、そうですよね、そうですよね、ですよね。だからかなり、あで挑発なんでね、コントロール系のデッキに入る9マナっていうのが重いですよね。まあ、9マナが確かに重いんだけど、はい、9マナ時点でトラントが欲しい。あ、9マナ515ぐらいに結構簡単にはなりそうなんだけど、相手がプリーストだったらな、プリーストじゃなくても結構、あ、プリーストだったら簡単に、ね、簡単に勝利できちゃうんですよね、はい、勝利できちゃう。ドリードとかもできちゃうし、うん、はい、ドロークもできちゃうから、ちょっとね1枚だけあんなに強くしてもな、うん、みたいなことあるんだけど、まあ、そうですね、まあ、どうなるかちょっとわからないカードですね。はいはいはい、はい、じゃあ次のカードいってみますか。はい、お願いします。はい、7マナ44ストーンセンチネル。ストーンセンチネルですね。これもエレメンタルなんですね。エレメンタルですね。これはシャーマンのカードですね。はいはいはい、おたけび前のターンに手札からエレメンタルを使用した場合、挑発を持つ 2,3 のエレメンタル2体を召喚する。おー、はー、シャーマン系エレメンタルはなんか強くなりそうだな。シャーマンすごいですね。必須系とエレメンタル系とどんだけいるんだっていう。いや、ブリザードちょっとどんだけシャーマンが好きなのかな毎回分かるんだよね。またシャーマン強化かってなっちゃいますよね。いや、まあシャーマン好きには、はい、いいことだと思うんですけどね。そう、7マナかとは思うんですけど、挑発を持つ 2,3 のエレメンタル2体ですよ。はいはいはい、結構強いですよね、かなり。うん、エレメンタル出せたらな、はい、結構いいと思うんですけど、はい、アリーナとかではちょっと難しいかもしれないですよね、こういうのは。そうですね、なんかそういうシナジーのある系のデッキだと、はいはいはい、あんまりアリーナでは使用されないので。そうですよね、スタンダードだったらまあまあ、はい、うん、スタンダードの環境だったらエレメンタルデッキはでも作ってみたいデッキですよね。作ってはみたいですよね、はいはいはい、じゃあお願いします。はい、これがさっきの挑発ですね。はい、そう、本当に絵がかっこいいんですよね。はい、じゃあ次のカードがメイジですね。フレームガイザー、2ダメージを与える。 1,2 のエレメンタルに1体を自分の手札に追加するおお、エレメンタル1体を追加、自分の手札に来るんですね。そうですよね、はい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 、そうですよね。だからメイジもエレメンタルありかなっていう、うん、ことなのかな。いや、でも2マナどうなんだろう。フレームメーカーが消えちゃったんで、なんか2マナなんかそういうカード消えちゃうんですよ、次の環境で。はいはい、そうですよね、はい、次の環境で消えるんで、なんかどうなんだろうなっていう。はいはい、じゃあこれがさっきほど、はい、あの手札に戻る追加する112ですね、カードですね。ファイアフライですね。1マナ12で、おたけび12のエレメンタル1枚を自分の手札に追加する。わっ、これもあるんですよね。強いですよね、おたけびで自分の手札に追加するってなると。そうですよね、ずーっとエレメンタルが、じゃあ、さっきのエレメンタルのシナジーがズーのメイジができちゃう。そうですよね、ズーのメイジが確かに面白そうな、たくさん出してみたいな、ね、でもこのカードが1枚手札にあることによって、なんか次のターンエレメンタルを使用するとみたいな。そうですよね、前のターンエレメンタルを使用するとなんかどうにかなるっていうシナジーに使いやすくなりますので。使いやすくなりますよね、はい、特にそういう1マナコストのエレメンタルはかなり入れてもいいと思うんですよね。そうですよね、いつでも出せますので、うんうん、本当に、はいはい、明治のエレメンタル系のデッキか、なんか面白そうですねそう、永久ずっとこの手札に、あ、まあ、それだったらもう回れば倒せないんじゃないかな、はい、ねえ、うん、勝てないんじゃないかな、はい、いや、面白そう、ちょっと面白そうです。面白そうなカードになってますね、はい、じゃあ次のカード、はい、お願いします。お願いします。中立ですよね。あ、これが、はいはい、あ、永遠と来るわけじゃないんですね。永遠と来るわけではないですよね。はいはいはい、じゃあ2枚で終わりなんだ、エレメンタルが。はい、永遠だったらさすがに強すぎるんじゃないかな。さすがにちょっと強すぎましたね今翡翠そうか、翡翠と同じになっちゃうごめんね、そうだったね、永久だったら強すぎたね。はいはい、はい、っていう。でも A が可愛いですよね。ね、はい、じゃあ次の、あ、
クエストですね。これはシャーマンのシャーマンのクエストですね、はい、マーロック大連合クエスト、マーロックを10体召喚する報酬女神ちょっと待ってくださいよ、マーロックすごくないですか。マーロックにエレメンタルに必須にもあって、どうなっちゃうんだシャーマン、なんか全部あるじゃないですか、ね、いろんなデッキが作れちゃう。いやでも自分も結構最近はマーロックにハマってて、はい、あ、ハマってるんですか。ハマってまして、はい、別に、うん、うまいっていうわけではないんですけど、はい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 、プレイするのが楽しいんだよね、マーロックとか。そうなんだ、はいはい、エニフィンとかもそうなんだし、はい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 、パラディンとかの、あ、パロ、パラディンね、はあれはすごい楽しいからね。うん、だからシナジーがね結構あるんだね。そうそうそう、マーロックは期待したいんだけど、うん、シャーモンはな、シャーはね、どうなるんだろう。で、このメガフィンって何ですか、この報酬のメガフィン。あ、来ましたね、メガフィン。ゴマナ88、雄たけび、自分の手札をランダムのマーロックでいっぱいにする。これ、どうですか強すぎないですか。いやいいですね。マーロックでいっぱいになっちゃいますよ、手札。マーロックはそういう効果があるから面白いんだよな。ちょっとランダムすぎるかもしれないけど。いや楽しいね。また A もいいし、はい、ゴールデンカード作りたくなっちゃうんだね。ねえ、これはゴールデンにしてもいいぐらいの楽しそう。なんか強いかどうかは分からないけど、とりあえず楽しそう。どんなマーロックが手札に、うん、手札をいっぱいにするってことは、手札が空の場合10枚くるってことですかね。そうですよね10枚ランダムの10枚のランダムのマーロックも最高じゃないですか。これはまあなんかネタデッキとして面白そうですね。普通に、いやでもどうですかね、はい、クエストは、はい、マーロックを10体召喚するでしょう。10体召喚すること自体が難しそうですよね。そうですよね、はい、エニフィンとか使ってもな、はい、それを2枚ぐらいプレイしてからじゃないと。そうですよね、10枚ぐらい召喚するのは難しいかもしれないですよね。このクエストが成功するかどうかっていう。そうですよね、かなり、はい、かなりデートになっちゃうかもしれないですけど、はい、いや面白いんですよね、はい、面白いカードではある、はい、クエスト気になるな、はい、はい、じゃあ次でお願いします。はい、ね、はい、3番の原始フィンの見張り番、はい、と3番の32ですね。おたけび、自分の陣地に他のマーロックがいる場合、マーロック1体を発見する。あー出た、発見、発見。いやこれは強い、マーロックデッキには絶対入ってきそうなデッキですね。はい、自分の陣地に他のマーロックがいる、まあ、ほとんど 3マナの時点で他のマーロックがいるかどうかわからないんですけど、5ターン目ぐらいにこれを引けばまあ多分マーロック1体ぐらいはいるだろうという考えを、ね、になると、マーロック1体発見できるのはでかいですね。発見できるもでかいし、はい、こうやって普通にマーロックが増えれば増えるほど、はい、先ほどのクエストが簡単になるっていう、うん、そう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 、いやー、マーロック楽しみだな、楽しみだな、はい、はい、じゃあお願いします。はい、次のデッキ、お、またシャーマンのレジェンダリーカードですね。8777、原始の王カリモス、レジェンダリーカード、はい、で、おたけび、前のターンに手札からエレメンタルを使用した場合、エレメンタルの加護を使用する。加護ですか。前のターンに手札からエレメンタルを使用した場合、それは大体前、はい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 、普通にエレメンタルから、まあそうですね、ついてるテキストなんですけど、エレメンタルの加護を使用する。何ですかね、このエレメンタルの加護っていうのが。はい、次、エレメンタルカード全部絵がかっこいいですね。かっこいいんですよ ね。お、これが出ました、そのカゴですね。はい、ちょっとチャットを動かしますね。あ、すいません、チャットを。はい、はい、まず風のカゴ、敵のミニオンすべてに3ダメージを与える。めっちゃ強いじゃないですか強い、ゼロマナでこれ、もうカザカス、どういうこと、カザカス、そのターンで使えるんじゃないですか。はい、あ、そういうことですか。はい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 、ターン、そのターンにこれが発動するってことですか、カゴが。まあ発動 すると思いますよ。 あれ、その Does this effect is it immediately applied when it's used? Okay, not too sure. その場で、はい、その場で発動する、多分発動すると思いますよ。これのどれかが発動するってことですかね。はいはいはい、これは選択なんですかね、これはどうですかね。ね、ランダムで発動するのか、選択で発動、いやでもクエストじゃない、選択、多分1枚だけは選択する形になると思うんですよね。はい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 、3枚の中からとかかな、1、2、3、4、5枚か、5枚の中から、じゃあ3枚で
一枚選択ですかね。だと思うんですけどね。はいはいはい。はいはいはい、で光の火の加護が敵のヒーローに6ダメージを与える。そのままリーサルをいける場合もありますね。これ。これ本当ぶっ壊れないですか。あ、ちょっとチャット。はい、じゃあ次が水の加護ですね、はい、自分のヒーローの体力を12回復する、はあ、地の次が地の加護、自分の陣地に11のエレメンタルを可能な限り召喚する。いやこのまたあれですよね、はい、あのシャムのプラス33のやつ何でしたっけ、ブラッドラスト、日本語の名前忘れちゃった。3マナ3全てのカードにそのターンだけ、はい、あの、はい、プラス、あ、ブラッドラストですね、5マナの、はいはいはい、血の渇きですかね、そうですね、日本語だと、ちょっとすみません、もう一回戻ってもらってもいいですか。血の渇き、ありがとうございます、8マナ77か、コントロール系のシャーマンにこれ来るのかな。いやでも明らかに強すぎますよね、このカード。これは強いんじゃないかな。強すぎるんだけど、これ怖いんだけど、まあ、一応5枚の選択肢はあって、はい、例えば3枚から選択となると、はい、まだまだチャンスはあるんだけど、それでも5分の3でしょ、はい、強いんだよな絶対。オーバーロード3ぐらいあってもいいぐらいのレベルのカードの気がするんですけど、ね、いや、はい、ドクターブーム超えてる。あ、懐かしいね、いや本当ドクターブーム並みに強いとか、またシャーマンが暴れるのかな、またシャーマンが暴れるかな、ね、でもなんかこういうなんかシャーマンっていうとアグロ系のデッキが多かったんで、この1年間そうですよね。なんでコントロール系のシャーマンが流行るっていうのはまた別に面白そうですね。はいはいはい、はい、まあ面白そうなカードがあるんだけど、なんでいつも面白そうなカードはシャーマンになっちゃうのかな、ね、どうなんだろうね。はい、じゃあ次のカードいってみましょうかね。はい、はいはい、4マナ33トルビアのストーンシェイパー、ストーンシェイパー、雄たけび、前のターンに手札からエレメンタルを使用した場合、挑発と聖なる盾を獲得する。強い。聖なる盾まで獲得しちゃうの？これ強すぎじゃないですか？これ4マナで挑発と聖なる、はい、いやー強くないですか？強すぎ。これ4ターン目に順調に出せれば、てかね、エレメンタルのシナジーが前のターンに手札からエレメンタルを使用した場合っていうのがもうすごい強いんですよ。そうですよね。エレメンタルが残ってる場合じゃないんですよね。はいはいはい、だから使用すれば必ず次のターンにこれがシナジーが使えるので、うん、めっちゃ強いと思う。ミネガンってのは、はい、この4マナのターンで使って、はい、次のターンエレメンタルじゃないから、はい、なるほどね、確かにそれはあるんですよね。確かにこのカードはエレメンタルじゃないんだ。はい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 、あ、それ考えるとちょっと今半減しましたね、強さが。まあでもそれでも4マナで、うん、ターン4でこれ出せたら相当強いと思うんですよね。まあアグロ殺しのデッキだと、はいはいはい、カードだとは思いますね。はい、確かにレアだから、うん、アリーナとかでよく見そうね。単体かエレメンタル1枚ぐらいあればかなり強いんですよね。そうです、アリーナいけそうですね、闘技場でも、うん、はいはいはい、うん、4マナ35っていう2つ自体もなかなかいいんじゃないですか。ヘルスが高いっていうのがね、なんかアリーナでは活躍しそうな感じがします。そうですよね、いや、はい、エレメンタルついてなくてよかった、うん、まあ、確かにエレメンタルついてたら、アウトでしょ。もうレジェンダリーカードぐらいですよ、ね、レジェンダリーカード並みのですよ、ね、はい、にパワーになりそう、はい、じゃあ次のカードお願いします。次のデッキ間違えちゃったカード、はい、水門学者かな。2マナ2に雄たけび、秘策一つを発見する。はー、まあ6カードですね、はいはいはい、これはパラディンのカードになりますね。そうですね、これもなんかまた可愛いイラストですよね。ね、すごい可愛い。マーロックのイラスト可愛いんだよな、毎回その多分すごいちっちゃくてあんま見えないんですけど、うん、後ろにいる青いカエルが可愛い。え、どこにいる？あ、いた、膝の近く、足元にいたね。可愛い、可愛い、本当だ、可愛い、まあ、可愛くてちょっと入れちゃいたくなるような感じ。そうですよね、そうですよね。うん、はい、でもどうなんだろうな、強さ2マナ22で秘策一つ発見するってことは、それを手札に来るってことは、ちょっと待ってください、これマーロックじゃなかった、パラディンの秘策だけじゃないんですよね、きっと他のヒーローの秘策も入るんですかね。これはどうですかね、秘策は
Paladin 限定じゃないかな。パラディン限定の秘策ですかね。Do you know if the discoverers are listed to the paladins class for this card? まだわかんないですよね。あ、はいはい、ちょっとわかんないか。まだちょっとわかんないですよね。まあ、秘策パラディンって昔すごい流行りましたもんね。なんかそれ。はいはい。パラだけで。あ、やっぱりそうですよね。そうなんだ。はいはいはい。あ、だとどうなんだろうな。わかんないな。どうなんだろうね。まあ、でもマーロックデッキとかを普通にそのまんま使ってて、はい、一作はある発見するだけでも全然ありだと思うん で、うん、まあ、弱くはないと思うんですけど、そう、 これ自体がマーロックですしね。そうですよね、うん、はいはい。じゃあ次のカードいってみましょうか。はいはい、あ、出ました、ローグのクエストですね。クエスト来た、はい、来た来た。同じ名前のミニオンを4体手札から使用する、報酬クリスタルコア。これは面白そうな。同じ名前のミニオンを4体手札から使用、同じ名前のミニオンって4体もいましたっけ。あ、手に戻したりしないと、はい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 、無理ですよね。そういうことなのね。これもなんか楽しそうだけど、いやでも強そうだよ。そうですよね、できますよね。4体だけだから、まあまあ、2枚あるカードだとしても必ず2回戻さなきゃいけないですもんね。そうですよね。わ、難しそうだな。難しそう。これじゃあシナジーのカードが出るのかな、ね、ローグの。あ、コピーのカードとかあるんですよね。あ、コピーできるカードが、コピーのカードとかを使って、そうですよね、今純慶さんも言っていただいたんですけど、コピーするスペルとかも追加されて。あ、そうなんですね、はい、そういうことか。それともシナジーがあってね。報酬のクリスタルコアって何ですか。はい、報酬の次のページ、はい、次のページを、ほ、出ました、クリスタルコア。5マナでこの対戦中自分のミニオンは全て5方向になる。強いかな。どうクエストの効果は面白い、まあ、これでもアグロ系のデッキに入るのかな。どうなんだ、アグロローグとか流行るのかな。今流行ってるけど、あの細かいミニオンが全て5号になるってことですよね。きっと1マナのミニオンとか2マナのミニオンでさえ5号になるってことですよね。そうですよね。でも多分このクエストを達成しようとしてれば、はい、もう結構後半になりますか、はい、まあ、そうかもしれないですけど、あの、うん、マナのコストの低いミニオンとかをバンバン出して手札に戻して、はいはい、うん、そうそう、だから早めに、ね、コピーして、そうそうそう、うん、3ターン、4ターン目ぐらいには5号がもうどんどん出てくるみたいな、はいはいはい、そういう感じにのデッキになると強いのかな。うん、どうですかね、うん、でも5マナもあるしな。あ、エドウィンバフプラス5号やばいじゃないですか。エドウィンめっちゃでっかくなりますよ。最近私エドウィンを育てるのにハマってて、あ、はい、それがまたさらにでかくなるっていう、はいはいはい、強いな。でもこれは全て55になるからプラスではないんですよね、はい、プラス55ではないんですよね。違う違う、え、バフプラス55じゃないんですか。あ、プラスじゃないんだ。エドウィンも55になる。あ、じゃあエドウィンがバニラで出せるってことですよね。エドウィンが、はい、例えば88とかで出したらバフはできる。そうか、バフしかできないんだ。手札から出す場合は55になるってこと、はいはいはい、でもこの1枚を使った瞬間は、はい、そのバーニルミオは全て55になるんですよね。55を超えても55になるからな。クエスト自体も難しそうだけど、ね、このカード使うのもなんか難しそうだよね。うん、それが難しそうだな。はいはい、まあ、でも面白いから、はい、うん、すごい面白いから、ね、いいじゃないですか。じゃあ次のカードお願いします。はい、はい、ローグのカードですね。擬態の卵、うん、カードを1枚引き、さらにそのコピー1枚を自分の手札に追加する。これがそのコピーのカードですね。はいはいはい、はいはい、あ、すごいじゃん。ってことは必ずそのカードが2枚になるってことですね。そうですよね。あー、でも3マナかって思うんですけど、まあ、そのってことは、はい、そうなんだよね。そのクエストがメインで考えれば、はい、うん、必ず必要になってくるカードだと思うんだけど、そうですね、でも3、このカードが3マナってことはアグロ系のデッキには使用できなさそうな重さですね。そうなんだよな。結構もうちょっとなんかミッドレンジ寄りのちょっと真ん中ら辺の速さのデッキに入りデッキになりそうですね、このクエストを使用すると。でしかもこのカードって次に引くカードのコピーになるから、はい、
またランダム。あ、ランダム。ミニオンじゃない場合、あ、そうか、ミニオンじゃなくてもいいんだ。そうですよね、ミニオンじゃなくてもいいんだけど、はい、またランダムのカードをコピーしてるわけじゃないですか。うん、はい。それで以前に2枚とかをプレイしてまた別のカードをコピーするから2枚2枚となっちゃう時もあるし、4枚はなかなか難しくないかな。デッキに1枚しか入ってないカードがコピーされちゃったりしたら絶対無理じゃないですか。そうそれも考えるとちょっと難しそうではありますね。難しい。偽造コインが増える、それは強いわ。偽造コインがまた増えるとなると、3マナで3マナで1枚、はい、3マナで1マナプラスいや、まあ、どうですかね。難しい、もう重いな3マナっていう時点 で、ね、で私は思っちゃいます。はい、はい、じゃあ次のカードお願いします。はい、とハンタのカード来ました。ハンタのカード、5マナ35トルディア番兵、おたけび自分のデッキからコスト1のミニオンを2体引く。はい。あ、え、強くないですか。え、どうなんだろう。あ、自分のデッキからコスト1のミニオン2体引くか。はいはいはい。え、コスト1のミニオンってそんな強いミニオンいましたっけ。いましたっけと思っちゃうんだよね。ね。ほうほうほう。次のカードを見るとヒントには、あ、次のカードがヒントになりそうですか。あ、全然違った、全然違った。1マナ21で、おたけびエレメンタルですね、これ。敵一体を凍結させる、はい、あこれは結構強いんじゃないですか。アグロに強いんじゃないかな、はい、アグロ。でもアグロの場合は処理できないと意味ないんで、ミニオンを。そうだよね、そうなんだよね、うん、コーラスだけだとなって私は思っちゃうんですけど。はいはいはい、うん、ハンターのクエストが次に来ると思ってそれ言ったんですけど、違った。え、クエスト何、衝撃的なクエストがあるんですか。ちょっと次のカード、次のカードいいですか。あ、プリスト、また違いました、また違いました。プリスト、今回のカード可愛いな。です、ね、3マナ33で、おたけび表示されるカード3枚のうち対戦開始時に相手のデッキに入っていたカードを当てる、正解した場合そのコピー1枚を得る。面白いな。ほうほうほう、はい、ひとまにグリーマールート対戦開始時に相手のデッキに、グリーマールート、面白いな。入っていたカードを当てる、正解した場合をそのコピー、コピーのなんか多いんですね、はい、今回そうですね、なんかコピー系のそうですよ、ね、カードが多いし、いやでも、はい、発見よりは自分は結構コピーが好きなんですよね、はい、あ、そうなんですか、はい、だって必ず自分のデッキには30枚使いたいカードを入れてるわけじゃないですか。だからランダムな1枚よりは必ず自分の欲しいカードが、はい、手に入れるからコピーできるからかなり強いんじゃないかな。相手のデッキ、その3枚1つだけが相手のデッキに入ってたので、はい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 、ネットテックやってたらもうみんなオンラインでコピーしてるんですね、はい、デッキドットコムみたいなところで、はいはいはい、でそれだったらもう絶対分からない、あのみんなが同じ。確かにこれ大会じゃ使えないじゃないですか。あ、ね、これ相手のカード絶対分かってるから。そうですよ、絶対相手のデッキの構成は分かるからね。ゲットできるってことは強いってことが、大会に、大会に強いんだ。はいはいはい、これいいかもしれない、大会には入る。普段のラダーではちょっと使えないかもしれないんですけど、うんうん、大会ではラダーでも大丈夫だと思う、ね、できますかね。まあ大体入ってるカードはラダーの方が強かったりするかもしれないですよね。確かに、うん、はい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 、はい、じゃあ時間がちょっとあれなんで次をお願いします、はい、次のカード、はい、7マナ56ボルカノサウルス、おたけび適応しその後適応する。どういうこと、2回適応するってことですか。適応しその後適応する、適応っていうのは10枚のランダムだね、か、適応能力を、ね、あの、ね、自分のカードから3枚、はい、ランダムな10枚のカードから3枚のうち1枚選択するんですよ、ね、1つ選択できるんですけど、はい、それが2回分適応するってことですかね。2回また新しい3枚が選択できるようになるかな、はい、っていうことですよね。まあ、敵を2つってことですよね、きっと。これこのボルカノサウルスに適応がつくってことですよね。そうですよね、適応は。あ、これ強そうではありますよ。かなり強いと思いますよ。ハンターとかになんか獣系のカードとしてハンターに入ったりしそうな感じもしますね。そうですよね、中立で獣だから。あ、まあ、ブラン、あ、ブランいたらって、ブランもういなくなっちゃうんだ。そうなんですよね、ブランがいれば4回適用する。4回ですよね。わ、ブランがいたら
まあ、スタンダードじゃなくてワイルドで。あ、ワイルドで。まだ有名はあるからね。そうだ、夢あるよみんな。夢はあるよ。ワイルドで活躍する。そう。いや面白そう、うん。これは普通にそのまんまでブラウンとか使わなくても、うん、十分強いカードだと思うんですね。そうですね。うん、これすごい強そう。はい。何かに入りそう。でも7マナ、なんか私重いカードはあんまり、なんかコントロール系のデッキはあんまり使わないので、はい、なんかどうなんだろうね。シナジーとかは別として、はい、うん、このカード1枚だとすごい強いから、うん、そうですね、アリーナだとかなりいい、ね、うん、アリーナは絶対ピックしたい、ピックしたいんですよね、うん、はい、これはアリーナは相当いいカードですね、ね、うん、はい、じゃあ次お願いします。はい、3マナ3サン、はい、うわ出ました、強化版ウーズ。ウーズ出た、出た。敵の武器を破壊し、その攻撃力に等しい装甲を獲得する。これはもう強い、これもうアグロ殺しのウーズですよ。武器ももう言わない、武器も壊したい。武器破壊してな、さらに装甲がつく、これ絶対強いですね。強い、はい、もう武器どんどん壊したい。多分海賊王には消えるんじゃないかなね、まあ、っていうぐらい強い。そうですよね、うん、武器もいらない、はい、もう武器さようなら、チート、そう、今欲しい、今すぐ欲しいはい、次お願いします。はい、はい、あ、明治のカード、はい、秘策ですね、3マナの。相手が呪文を使用したとき、その呪文のコピー、ゼロのコピーを自分の手札に加える。え、これはコストがゼロになるってこと。コストが、え、やばい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 、秘策明治とかできちゃうのかな、はい、か、秘策明治来るんじゃない。普通にカードに入れそうですね、うんうんうん、うわー、コストゼロか。じゃあなんか10マナの、もし明治対決で10マナのパイロブラスト、パイロブラストを打たれてできちゃうよね。ゼロマナでパイロブラストゲットできちゃうみたいな。やばい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 ですね、やばいです、このカードは。いや明治来るんじゃないかな、はい、いいですね、はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、お、ローグですね、5マナ34コンボ、ミニオン1体を破壊する。あー強い強いけど、はい、5マナ34か、うん、5マナか、5マナ、まあ、でもミニオン1体を破壊するのはかなり強いんじゃないですか、うん、そうですね、どんなでかいミニオンでも破壊できるんで、はいはい、5マナ、まあ、強いですね、確かに、うんうんうん、破壊系のカードってローグにはあんまりないですよね。なかったかな、ローグ手札に戻すと か、 なんかそういうカードしかなかったですよね。そうですよね、ローグってなんかそんなに重いカードをプレイするイメージはないんだけど、はい、どうですかね、うん、でも普通に、まあ、相手のミニを一体破壊するのは、うん、かなり強い効果だと思っております、はい、そうですね、はいはい、じゃあ次のカードをお願いします。はい、5マナ、動き回るマナ、可能な限り自分のマナクリスタルを22のミニオンに進化変化させる、それらのミニオンの断末まで マナ復元される。これもなんかまた難しい一枚ですよね。これドルイドのカードですね、はい、強い、難しいカードですけど、でも強くないですか。5マナで、もし自分が10マナあったとして、はいはいはい、で5マナでこのカードを使うとなると5体22のミニオンが出てくるってことですよね。そうですよね、はい、自分のでもで、ね、これさっき話してたんですけど、その5体のうちの何体1体でも相手に奪われたりしたら、そのマナが永遠と返ってこないっていうちょっと怖いカードですよね。永遠と返ってこない、永遠と返ってこない、だからずっと私は9マナ、そのターン以降9マナでプレイするだとか、そういう風になっちゃう可能性もありますよね。それは、はい、やばいですね。ね、あ、そう、退化させられても終わりですよね。使ったら怖いんだよな。断末までマナー復元されるんで。はい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 。はい、いや怖いですね。はい。面白い。かなり。うん。うん。面白そう。はい、はい、じゃあ次のカードお願いします。これが、あ、これが、はい、マナーというですね、断末までですね。はい。このクリスタルを一つ獲得する。はい。はい。はい、3マナ23ですね、はいはい、おたけび、味方のミニオン1体を選択する、そのミニオンの11のコピーを召喚する。ほー、味方、はい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 、選択して、じゃあこれ またコピーのカードですよね。はい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 、じゃあなんか強いカードがなんかあったら、え、なんだろう、プリストで 3V3 でコピーだから、はい、うんうん、どうなの、プリストの11のコピー、あ、プリスト専門家が、そうですよね、はい、専門家が
いらっしゃらないんで、何かいちいちでコピーしたいカードあるかな。はいはいはい、ね、それがちょっと分かんないな。どうですかね、これは、うん、使えるのかな。あ、マリゴスコピーね。あ、はいはい、そういうカードにはいいんですよね。はい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 、いちいちであってもな。そうですね、3マナなんか序盤に出てくると弱いけど、後半なんかそういうマリゴスみたいなね、でかいカードをコピーできたりすると美味しいですよね。美味しい。はい。なるほど。はい、じゃあ次のカード。あ、断末魔ね。それもあるんですよね。はい。お、ウォーロックの2マナですね。すべてのミニオンに破壊の効果をつける。次のターン、次の自分のターンの開始、それらのミニオンを破壊する。あー、わー、これは。まあ、レノ、まあ、なくなっちゃいますけど来月。そうですよね、レノ系のなんかなんて言うんですかね、来月からカザカス、カザカス系、カザカス系デッキって言えばいいんですかね。ですかね、カザカス系デッキに入りそうなカードですね、崩壊は。そうですよね、はい、崩壊の霧。レノがいなくなったらカザカスが強いかどうかがちょっと微妙だ、まあ、そうですよね、自分の中では思ってるんですけどね。レノロックって大体多分レノがいないと成り立たないようなデッキだと思うの で、ね、私あんまり使ってないんですけど、どうなんだろうね。大体その30枚の中に、はい、そんなに強くはないカードは何枚かは入ってるはず。はい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 、はい、だからでもそれはレノが入ってるからこそ成り立つんですよね、はい、そう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 デッキとしては。だからそれがいなくなった、はい、まあクエストとかあるからな、はい、今回プリーストとかは、うん、わかんないな。わかんない、うん。これは使ってみないとわかんない、うん。そうですよね。あ、これはそうですよね。まあそうです。2マナの AOE スペルとして考えると、まあ、かなり強いですよね。まあそうですよね。うん、はい、じゃあ次のカードお願いします。はい、ハイランダーと言いますよね、これからは。ああ、そういうこと、はいはい、ハイランダーって言うんだ。そうですよね。パラディのカードですね。11のシルバーハンド紙幣を2体召喚する。ほうほうほう。ああ、1マナ。1ターン目にこれ出すとヒーローパワーをヒーローパワーで、そうですよね、打つよりも全然強いですよね。ヒーローパワーの倍ぐらいですよね、はい、ですよね。だからアグロパラディンとかいたらまあそうですよね、うん、ドロイド の、はい、あの1ターン目に出す、そうですね、そうですね、あれと一緒ですね。強いと思う。本当にパラディンってどうなんだろう。パラディンってなんかミニオン残したら終わりみたいなバフ結構なんかかけれるじゃないですか。それはありますよね、うん、だから結構強いんじゃないかな。でも大体手札バフじゃないですか、パラディンは。あ、まあ確かに、はいはい、魔法バフするは、まあ、そうか、わかんないわかんない、はい、じゃあ次のカードお願いします。はい、はい、1マナ11、もうこのカードが自分の手札にある場合、このカードは毎ターンランダムな武器に変形する。わー、なんかありましたよね、これも。なんかこれで面白そうですよね。なんかありましたよね、1マナで。ありますあります、あの名前忘れちゃったんですけど、毎ターン変わるやつですよね。そう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 、それの武器バージョンですね、はいはいはい、それの武器版ですよね。いや、これ強そうだけどデッキに入るのかどうかっていうのが分からないな、はいはい、あ、そうそう、ゼラス、ゼラス、ゼラス、ありがとうございます。ゼラスの武器バージョンですね。そうですよね。いや、面白いですよね。いや、まあ面白いカードであります。はい、はい、じゃあ次のカードお願いします。あ、出た出た、ハンターのカード、クエストですね。沼地の女王、はい、クエスト、コスト1のミニオン7体手札から使用する。あ、さっきの、はいはい、報酬、クイーンカルナッサ、クイーンカルナッサ、クイーンカルナッサとは、はい、クイーンカルナッサ来た、ゴーマの88、自分のデッキにラプター15枚まで壊れてません？どういうこと？え、ま、待って、ラプター見せてください、ラプター、どうぞ。あ、次のお願いします。はい、はい、これがラプターですね。ラプター、はい、1番さんにカードを1枚、うーわ、え、ハンターのクエスト面白そうですよね。これやばい、デッキ1マナ、1マナのカードだけで作れちゃうんですよね、はい、ってこと、え、待って、ラプター15枚、このカードが15枚あるってことは、ずっとこのカードが来たら延々といけるかもしれないですよね。え、強すぎる、これめっちゃ面白そう。これ強すぎるかどうかちょっと別として、はい、まあ、確かにとにかくちょっとやってみたい。めっちゃ面白そうですね。楽しそう、はい、楽しそう、はいはい、ついにハンターに光が来ますよ。ハンター好きの皆さん、楽しみ、おめでとうございます。まあ、楽しみですね。はい、はい、じゃあ、あ、まだあるんですね、はい、ハンターのカードですね。おたけび、味方の獣一体を適用させる。ほう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 、これは
じゃあさっき出したラプターを適用させる、はい、強くするんですよね。そういうことか。バニールミニオを強くすることができるんですよね。はい、はい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 、232はそのまんまでも結構強いと思うんですけど、はい、プラスこの効果はいいんじゃないですかね。いや強いと思いますよ、はい、うん、絶対なんか入りそうですね、うん、これは強いと思う。2マナ3、2っていう時点でもう強そう。そうですよね、うん、今存在のラプターよりは、はい、いいんじゃないですか、うん、はい、じゃあお願いします。じゃあ次のカードお願いします。お、出ました、キングモッシュ。キングモッシュですね。おたけびダメージを受けているすべてのミニオン破壊する。ウォリアですよね。ウォリア、コントロールウォリアがまた来ますかね。これ来ますかね。これはもうやばいですよね。やばい。AOE としては。ということはグール出した後全員破壊できちゃうってことですよね。全員破壊できますね。なんかあの全員に1点ダメージ与えるとかありますよね。いやー、はい、ウォリアも強くない。コントローラーね、あれもいいですよね、はい、アグロじゃなくていいと思います、はい、あ、そう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 、はいはい、疾風剣コンウォリが、はい、強すぎないですか。 AOE プラスプラスだから、その次のターンでこの場に残ってるミニオンはこいつだけでしょ、はい、はい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 、あ、そう、扇風剣、すいません間違えました、はいはい、そう、扇風剣だとかね、ね、ですね、ね、シナジーが面白そうです、はい、はい、次のカードお願いします。あ、終わりですね。終わりですね。で、全てのカードを、まだじっくり見たい方はデッキドットコムで全てのカードが、はい、今公開されているカードが見れますので、はい、ぜひ、あとこちらでちょっとブラウザーがあるんですけど、はい、ご視聴よろしくお願いします。はい、はい、で、さらにデッキドットコムで、はい、あのもう新しい新カードでデッキが組めるんですよね、お試しデッキが。はい、はい、そうなんです。このカードを使って、あ、そうですよね、いいですか、普通に、まあ、自分の使いたい友のデッキはもう組めるようになってるんですね。もう組めるようになったんです。なんでもうシミュレーションして新しいエキスパンションに向けてもうどんどんね、こういうね、はい、大事なのはあの2つのスタンドがあるね、はい、あの1つがあのクラッカーで、もう1つがマモス選ばない、あ、シーズンでしたね、そうだそうだそうだ、はい、マンモス、マンモスを選ばないといけないですよね、はい、そう、ここですね、これデッキビルダーに行ってもらって、はい、でスタンダード、右側のスタンダードがあの4月からスタートするのマンモスですよね、はいはい、でそれでクリックしてもらって、あとを選んでいただいたり、でカードセットをうんごろに変えると、はい、出てきます。ウンゴロで今公開されているカードが出てくるんで、はい、はい、皆さんシミュレーションしましょう。シミュレーションしましょう。シミュレーションをして、はい、楽しみに待ちましょう、はい、私も今夜ちょっとやってみようかなって思うので、はい、っていう風に思います、はい、思います、っていう風に。じゃあもうこれ で、ね、ちょっと時間は発表することが多かったんですけど、はい、デッキコーナーはここで終了させてもらいたいと思います。